なんかことメイクに関してはもう本当にこれは私自信あるっていう方、それからメイクってすごく楽しいって言える方、非常に少ないらしいんです。これね、いっぱいアンケート取ってきたら分かったんですけど、メイクについてのあなたのに関する、アンケートでね、一番多いのがね、やっぱりね、面倒くさいというのもあるんですけども、まず迷い大きいもの、迷うっていうことが多いんですって。それから不安に思う。何が不安に思ってるのかっていうと、例えばあの人のメイクと自分のメイク、これどっちが正しいんやろかとか、なんかこう羨ましいメイクを見て自分がそれをやってみるんだけどなかなか似合わないとか、だからいくつになっても年齢もどんどんいけばいくほどですね、自分のこの肌の変化にも応じてメイクができないから、年相応のメイクでこれでいいんかなというね。だからいくつになってもですね、女性の皆さんね、メイクすっごくパーフェクトっていう人がね、やっぱり少ないみたいなんです。でその原因は何かっていうところをだから突き詰めて、今回その本の中身にちょっと入れてます、その本の中身というのはちょっと目から鱗になるかなと思うんですよ。僕も自分で言うなんて話ですけどね。これなぜかというと、潜在意識が、ものすごく影響しているということに行き着きました。そのお話をですね、今日ちょっとお話ししていきたいなと思います。自己流であるとか、自分なりのずっとやってきたメイクの流れってあると思うんですね。その流れを全く無視した状態で、一旦リセットした状態で、これから生まれ変わった状態でメイクをするとした時に、どんなメイクをしたらいいと思いますかっていうところなんです。今回その本の中身は、一旦今までやってきた皆さんのメイクというのをなくしてください、もう断捨離してください。その上でこれからあなたの未来のために、お仕事についてもそうですし、プライベートでもそうですし、人生について自分がもっともっと魅力的に輝いていくためにはどんなメイク方法がいいかという、その一つのヒントとして3つの顔を作るというね、3つの顔を作るというメイク術をこの本の中でもういっぱいいっぱいですお伝えしてます。触覚型が低タイプ、それから視覚型ですね、目で見るタイプが目タイプ、それから聴覚型って言いまして、よく耳を使うタイプ、これ耳タイプって言います。低タイプ、目タイプ、耳タイプっていうのがあって、あなたは何タイプでしょうかっていうことがある程度お仕事とかされてる方は気づいてるはずなんです。でその時にこの3つのタイプ、脳タイプのおのおのの人間がたくさんあって、そのおのおのの人の実は美容に対する傾向値がある程度決まってきてるんですね。それを検証してまいりますと、メイクにもその傾向があるということです。でじゃあ分かりやすく言うと、名タイプのあなたは名タイプのメイクをしたらいいのかって言った時に、それだったらさっきと同じ一つにカテゴリーに入ってしまい、それだったら魅力の幅が広がらない。だから僕が今回の本の中で言いたいのは、あなたにとっていいメイクは、名タイプの人は名タイプだけでなく、実は低タイプも耳タイプもできた上で、3つをできた上でバランスを自分で取れる方法、これを知った時にすっごい最強になるんですね。これ気づいたんです。確かにこのメイクを3つ習ってくれてる人は、本当に自分の中のこの情報量が変わってきましてね、例えば自分のするメイクも楽しくなるけど、相手を見た時のメイクの傾向値で言葉のかけ方が変わってくる。要はコミュニケーションの術が変わってくるんですね。ということはもちろんお仕事にとってみても制約率変わりますよね。あ、この人こんな眉してるから耳タイプやな、耳タイプの人にこんな対応せなあかんなってこう緊張しながらでもなんとなしにこう分かってくるんですね。そして自分が目タイプであって相手が耳タイプであれば、耳タイプに感じるような刺さるような言葉をかけていく。そうするとピンとこうコミュニケーションがパッとこう一瞬で通じるわけですね。そんなことをメイクを通じてやっていく本がこの本です。この本の中にはあなたが何タイプかっていうのも全部分かるようなアンケートも入ってますし、これをじゃあ低タイプ、目タイプ、耳タイプでできるような、そういうレシピも入れてます。ビジュアル的な要素をいっぱい入れてますんで、これが低タイプ、これが目タイプ、耳タイプというふうにして、ご自身のお顔は一つのメイクで終わらないっていうことをちょっと知ってもらいたいんです。低タイプ、目タイプ、耳タイプ、こういうの全部解説してます。今までメイク習ったことのない方でもこんだけの雰囲気の差を低タイプ、目タイプ、耳タイプ、たった3つでいいんです。これなんで3つにしたかというと、この3つだったらなんとか自分の自力でですね練習すれば印象の差を大きく作れる、しかもノータイプに応じてる、それから生活のシーンに大きく分かれてるっていうことが合致したわけですね。だからまず皆さんはこの手タイプ、目タイプ、耳タイプの3つの顔だけ作ってください。本講座の軸ってあります。これは何かというと、自分のお顔を変える、そして印象を変える、魅力的になるっていうのももちろんそうなんですけども、もっと深掘りしてご自身のその脳タイプを全てできるようになってから、相手の脳タイプも瞬時に読み取ってどういうコミュニケーションを取っていったらいいかという、ちょっとお仕事より起業家向けというんでしょうか、ブランディングとかですね、全てに応じた、今まで僕もずっとね56年仕事もしてまいりましたんで、そんな中でメイクを通じて、そしてノータイプを通じてコミュニケーション学、心理学、そういうところを全てですね融合したメソッドを本講座としてやっております。